ロケットダイン、ロケットダイン、ロキトディンはアメリカ合衆国の液体燃料、ロケットエンジンの主要な設計製造業者。同社はその歴史の大部分でノースアメリカン社と深い関わりを持っていた。ナー社はロックウェルインターナショナルと合併し、その後1996年12月にボーイング社に買収された。2005年2月、ボーイング社はロケットダイン社を プラットホイット2社に売却することに合意し、2005年8月2日、その契約が履行され、プラットホイット2ロケットディンとなった。2012年3月に、プラットホイット2ロケットダインの親会社である、ユナイテッドテクノロジーズが、グッドリッチ社を取得するために一部事業の売却を行うことを発し、プラットホイット2ロケットダインは、 ジェンコープに売却されることになった。しかし、連邦取引委員会の承認が遅れたため、この売却が完了したのは2013年半ばのことであった。2013年6月に FTG の承認が得られたため、プラットホイットニーロケットダインはジェンコープの参加に入った。ジェンコープは別のロケットエンジンメーカーであるエアロジェット社を参加に有していたため、 ライバル企業であった両社は統合されて、エアロジェットロケットダイン、エロージェトラーカッテディンとなった。ロケットダイン社は、ナーが第二次世界大戦直後に設立した。設立目的は、ドイツの部位にロケットを研究し、さえや、合衆国がその知識を活用できるようにすることで、あった。ロケットダインはまた、部位にのエンジンの設計からバーナーとインジェクターの分離。 などの一般的なコンセプトを踏襲して、さらに大型のナバホミサイル計画のエンジンを開発した。この仕事は1940年代にはそれほど重要と思われず、資金提供も少なかった。しかし、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、優先順位が変わってきたのである。ナバホの開発は困難の連続で、レッドストーンミサイルの設計、基本的に、 ブイをそのまま大型化したものが製造段階に入ったのを受けて1950年代後半にナバホ計画は中止された。しかしロケットラインのエンジン A-5 または NA-75 から110はレッドストーン向きに開発されたエンジンよりもはるかに信頼性が高いことを証明した。そのためレッドストーンは A-5 を使う要塞設計された。そのために 射程距離が短くなったが、信頼性が優先された。1955年、ミサイルが製造段階に入ると、ナーはロケットダインを独立部門としてスピンオフさせた。ロケットダインの次の大きな開発は、S3DE と呼ばれる初めての新設計であり、V2 からの派生設計である A シリーズと並行して開発が行われた。S-3 は、 ジュピターの設計、レッドストーンの発展型で使用され、後にさらに性能の良い総ミサイルにも使われた。さらに大型の LR-89、LR-105 はアトラスで使用された。総は軍用には短期間しか使われなかったが、1950年代から1960年代にかけて人工衛星の打ち上げに使われた。総デルタという発展型が、 その後宇宙開発で使われるデルタロケの原型となったが1960年代後半のデルタはそうとは全く関係がなかったのである。本来の S-3 エンジンは一部のデルタロケットでも使われたがデルタの大部分はその改良型の RS-27 を使用した。これはアトラスの3エンジンクラスタ構成を1エンジンで置き換えることを目的として開発されたものであった。 アトラスも軍事用の兵器としての使用期間は短く、その後数十年間、宇宙への打ち上げに使われるようになった。マーキュリー計画の一部でも使われたが、アトラスアジェーナ、アトラスセントールとして人工衛星打ち上げに多く使われた。アトラスの発展型は今も製造され、使われている。ロケットダインはアメリカ航空宇宙局の主要供給業者となった。 サターンロケットの主エンジンすべてを供給した計画だけで終わったノバロケットでもその予定だった。サターン I の1段目 SI には8機の H-1、2段目 S4 には6機の RL-10 が使われている。サターン IB の1段目 SIB には8機の H-1、2段目 SE 部には1機の J-2 が使われている。 サターン V の1段目 SIC には5機の回 -1、2段目 S2 には5機の J-2、3段目 SEVV 部部には1機の J-2 が使われている。1965年にはロケットラインはタイタンを除く合衆国内のほとんどのロケットエンジンを製造するようになった。従業員数は65000名にも膨れ上がった。ロケットラインは スむの契約も勝ち取り、このままの成長が1970年代にも続くと思われた。しかし、軍と民間との間の契約数の急激な低下により、同社も人員削減を余儀なくされたのである。宇宙船製造の大企業となっていたノースアメリカンはスペースシャトルに大きく依存するようになっていたため、1966年にはロックウェル社と合併し、 ノースアメリカンロックウェル社となった。同社は数年後にロックウェルインターナショナルと解消。ロケットラインはその中の主要部門の一つとなった。1980年代から90年代にかけて、ロックウェルは縮小傾向が続いた。まず一般航空機部門を1980年、セイバーライナービジネスジェット部門を1983年に売却。 かつてのナーの残りの部門は、ロケットダインと共に1996年に、ボーイング社に売却された。ロケットダインは、ボーイングの統合防衛システム部門の一部となったが、2005年8月2日、フラットホイットニー社に売却された。ロケットダイン社が開発した、主なエンジンを以下に列挙する。括弧内は、燃料の構成。ロケットダインのエンジンの多くは、 ボーイングのサンタスソナフィールドラボラトリーで試験が行われた。現在のプラットホイットニーロケットダイン社は、ユナイテッドテクノロジーズ社の完全子会社であり、本拠地はカリフォルニア州、カノーガパーク近くにある。他の拠点は、ウェストパームビーチ、フロリダ州、ハンツビル、アラバマ州、ケネディ宇宙センター、フロリダ州、ジョンシーステニス宇宙センター、ミシシッピ州など、 ロケットダインはエドワーズ空軍基地での様々な計画も主導した。1959年7月26日、ロケットダインはナトリウム冷却式の原子炉の実験をサンタスサナフィールドラボラトリーで行いメルトダウンによる放射能漏れを起こした。また、核廃棄物の不適切な処理について告発されたこともある。ただし、現在のロケットダイン社は 原子力技術には関与しておらず、サンタスサナフィールドラボラトリーは各実験にもロケットエンジンの試験にも使われていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。